月のような白い部分、そこを狙う、そう急所。子供プロダクションチャンネルでございます。余裕かいの皆さん、今も熊出たんですよ。一つ今朝あの今日それ移動するべきやって言っても、あの三谷には人もそうそういたけどってや、来てたけどってや、うん、それで俺山瀬行ったもんだから、うん、俺に住む以外にいたらまずヘクトマシって言って、ヘクトマシで警察、やっぱね頻繁で出るんだって。蜂蜜食べに来てるっつった。警戒しないといかんですね。どうもこんばんは。今日はちょっと早い時間から張り切ってお酒飲んでたんですよね。お疲れ様です。なぜかというと、億劫だったやつ終わったんですよ。今日は、健康診断、まあ、会社の健康診断なんだけど、ドックか胃カメラね、あれが非常に億劫で、もう今週1週間ぐらいはねずっとそれのなんかこう思い嫌だなっていうのをこう引きずっての今日だったんですよ。それが終わったんで、いただいてました。ジョニー・ウォーカーの緑のやつ、15年。先日これ飲んでたんだけど、角瓶の、結構あのストレートで飲んでも美味しかったんでこれ飲んでたんですよ。まあ最初ミニボトルから始めて、だけどね飲んでるうちに分かったんだけど、頭痛くなり始めるの結構早くて、まあたまにでいいかなって感じで、これ1800円ぐらいでしょ、1700円ぐらいかな。でそれぐらいの値段でスコッチはどうかと思ってこれも買ってきてみたんですよ。グランツスモーキーって書いてますね。これもスコッチのブレンデッドウイスキーなんですけど、これもね1700円か1800円ぐらいで、これもねなんか頭痛くなるの早いんですよね。でこの2つはね口に含んだ時同じぐらいのアタックがあるんですよ、アルコールの。だからこれぐらいのアルコール感が口に感じるやつはちょっとなんか頭痛くなるの早いような気がします、個人的になんですけど。まあ皆さんは多分大丈夫かと思いますけど、私もともとアレルギーなんですよ、アルコールの。まあそういうのもあるかもしれません。でまあこれの話はいいんだけど、今日その健康診断で行った、病院に先々週かな熊出たんですよ。子熊だったんですけど、ニュースでもやってたんですけども、でその子熊はなんか麻酔銃かなんかで撃たれて駆除されたのかな。今日本全国で熊すごいでしょ、人身被害とかも出てて、秋田県もものすごいんですよ。多分、国内トップクラスだと思いますね、秋田県のその熊の出没率っていうのは。で私が住んでる地域もすごい出てて、まあいわきだったり西目だったり、あと本庄市内もね結構目撃されてるんですけど、その病院に出た子熊の母親なんじゃないかな、成獣が私の家の近く、まあ直線距離で行ったらね5、600メートルのところなんですよ。まあ、そこで2週間前にも目撃されて、で2、3日前にもまたその近くで出たっていうことで、結構危ないんですよね。だから夜近所の自販機にビール買いに行くときなんかも多分夜出ないと思うんだけど、一応こういったもの携帯してね。何かっていうと身を守るもの、これ鈴とこれねナイフなんですけど、普段
こんなもん持って歩いたらあれなんだけど、クマ出るんだよねこの辺。一応なんかあった時に対抗できるように、もう自販機にビール買いに行く時に一応これ持ってってるっていう。まあこれもともと渓流とかの山で活動する時に使ってたやつなんだけど、結構22センチあって、これ刺したらね、ちゃんと脂肪と筋肉突き抜けて心臓だとか肺だとかそういう部分にこう到達する長さになっております。かった時誰も責任取ってくんないでしょ。多分自分で自分の身守るか、夜中にそんな、ね、クマが出る地域で自動販売機にビール買いに行く方がおかしいって言われるかもしれないんだけど、でもまあね、必要だから必要だから喉乾いたから買いに行くわけなんですよ。まあその時に携帯してるっていう話です。でこういうものもね使ってるんですけど、山行くときは。でも今これせがれに貸してるっていうか、もうちょっと使った方がいいよ。バスリーなんかでため池行くんですが、そこでもクマ出たりするんですよ。まあ実際にせがれが見たっつんで、やばいっつって帰ってきて、ね、でそんなんだったらもう行くときはこれ持ってけっつって、もうこれ渡しちゃってるんですよ。でもこれ効きますよ本当に。なんでかっていうと、私これ浴びたことあるんですよ自分で誤射してっていうのも、私クマはね3回遭遇してるんですよ。1回目はエンデューロバイクっていうか、モトクロスとまた違うんだけど、それの練習してる時にクマがいきなり出てきて、クマと並走してね、クマはそのままこう下って逃げてってくれたんで、まあ私バイク乗ってたっていうのもあるんで、まあ問題なかったんですけど、まあバイクで逃げちゃえばいいんで。あとね、その次は川に入って園庭で釣りしてたら、ルアーでねイワナ釣りしてたら、その園庭沿いの道をクマがトコトコトコって歩いてきて、それはね多分大きさで言うと80キロぐらいかな、まあ高校生ぐらいっていうか、まあそのぐらいの、まあ、若いクマでしたね。まあ私に気づいてそのまま U ターンしててくれたんですよ。で3回目が結構えぐくて、子供も釣り好きで、鳥海山って山があるんですが、そこのね大きな園庭に朝の5、6時に行ったんですよ。でジープの後ろを開けて、でそこに道具をしまってたんで、子供にウェーダー履かせてたんですよね。そしたらパパクマだよって言うんですよ。建設業者の資材置き場みたいな、ちょっと広場というか駐車場みたいなスペースだったんで、そんなところにクマ出るかと思って、クマだよって。でも多分朝早く起きてる、なんていうのかな、農家のおじさんとか、あとなんか山菜とか取ってるカッパ着たおじさん、黒っぽいカッパ上下のおじさんなんじゃないかなと思って、本当にクマいるの、どこにいるのって言って、で見もしなかったんですよそっちの方は。で相変わらずクマじゃないと思ってるから、私は上で剥がしたら、本当にパパクマだよって言うから、後ろパッて見たら、ちょっと茂みがあったんだけど、その茂みとの距離が、まあ、5メートルぐらいかな後ろの。でそこの茂みからこっちを覗くようにも立ってて、まあ茂みっつってもね、薄いもうすぐ来れるような茂みっていうか、でやばいって思って、とっさに子供を抱きかかえてジープの中に放り投げて本当荷物のように。でドア閉めて、でこれ抜いてね、これを右手で抜いて、これを今度左につけてるんで、こっからホルスターバリバリっと上げて、これ出してね、二刀流でこれピンもこう抜いて、身構えたら、そのアクションに向こうがびっくりして、
逃げててくれたんですよ。それがね3回目で、そこのポイントっていうか3回目に熊に会ったポイント、そこの園って私大好きで、後日もまた行ったりしてるんですよ。で、ある日結構釣りに熱中しすぎて真っ暗になっちゃったので、その暗い、まあ、薄暗いところを歩いて車まで戻んなきゃなんないいわけですよ。そしたらあの前回の熊のこと急に思い出しちゃって、あ、そういえばこの沢熊いるんだよなって思って、ちょっと急に怖くなっちゃって、なんかあの変わるじゃないですか山の表情って、急にあれに飲み込まれてちょっと怖くなったんですよ。それでもうこれもうすぐ発射できる状態にってあのホルスターから出して、あのこの安全装置も外してですよ、いつでも発射できる状態でこう前にこう向けながらね、急ぎ足で行って、やっとたどり着いて鍵開けてね、勢いよくドアボンって閉めたら、ドアとハンドルにこれが挟まってブシャーって車の中で出ちゃったんですよ。これが霧状のやつで充満しちゃったの。それを吸い込んじゃったんですよ。目とかね鼻も染みるのレベルじゃないんですよね、もうはばけるぐらい、もう目玉とかもう飛び出るぐらい。だけど最もやばかったのが、あの吸い込んだね胸、ここねバコーンってもう殴られたぐらいの衝撃が胸に、で咳も止まんなくて、もう車の中少しこう霧みたいになってるから、もうその中にいらんなくて、さっきまであんだけ外にいんの怖かった、外に飛び出てずっとゲホゲホしてもう大泣きしてたんですよね。それがね15分ぐらいかな、外にいてゲホゲホしたの、まあ、そういう経験がありまして、これがねどれだけクマに効くかっていうのはあの分かるんですよ。まあ失敗談なんですけど、だからねこれはいいと思います。まあ秋田県今ものすごいですよね。あの熊も冬眠に向かってあの食べなきゃなんないんでしょうからね。でもどんぐりが本当に不作らしくて、であの強い熊と弱い熊がやっぱりいるじゃないですか。で弱い熊はあの縄張りから追い出されて、まあ、市街地というかこう住宅街とかに来て、あの柿とかあと栗か、あとそのライバルがいるんですよね、イノシシで、イノシシたちがもうみんな食べちゃうらしいんですよね。それでこっち側来ちゃってるというか、あの人のいる方に来てるっていう、まあ、今年はそういう年らしいんで、かなり我々も気をつけなきゃならないなって、あの通学路にも出てますからね。だからこの辺みんな親が車で送り迎えしてるんですよ。ここ小中学校の通学路なんですが、熊出没注意、通行止め由利本荘市。前は、まあ、春になって暖かくなると変質者よく出てたんですけど、そうそう大事なこと言うの忘れてたんですが、クマが襲ってきた時どういうふうにこうどこを狙ったらいいのかっていうのを、まあ、私のイメージなんですが、2パターンあると思うんですよ。まずはあの四つん這いで突進してきて、もう噛みついてきたり、あのこう爪を立ててきたりする場合があると思うんですよ。割と低めな感じで、そういう時はその顔に常にこの先端を向けてこう寄ってきた時に合わせるみたいな感じで、で顔を狙えばいいと思います。もし重さのあるナタみたいなこう熱いやつ、こういうので打撃ができるんであれば、あの鼻とかそういう動きやすい部分じゃなくて、 より根元の方の頭頭部への打撃は有効なんじゃないかなってイメージしてます。あともう一パターンで、あの立って攻撃してくる場合、私も立ってる場面にあの遭遇したことあるんですけど、ここにね白いの見えます、月のワグマの。
その白いところ、ここら辺大体心臓なんですよね。中央にあるんですよ。ちょっと左寄りなのかもしれないけど、まあ割と中央なんで、そこに、まあ、体ごと行くイメージでやったらいいんじゃないかなって思ってます。多分手だとね、手だけだとあの熊の骨めちゃくちゃ硬いし、ここ胸骨ありますからね、あばら骨とこう胸骨とこうつながってるでしょ。まあそのつながってる部分は軟骨なんだけど、多分胸骨自体は結構硬いと思うから、まあ、そのあばら骨の隙間を縫って入れるか、あと胸骨割れんのかな、どうなんだろうな、体当たりで行けばもしかして心臓まで行けるかもしれないですね。あと肺だとか、そういったイメージを持ってます私は。だからまあ基本的にはこの月のようなもの白い部分、そこを狙う、早急症。あと低い体勢で来た時はあの顔を狙うと、でこうアタックしてきたらこっちも合わせて突くみたいな、隙が見えたら頭部を打撃すると。まあそんな風にうまくいくとは限らないですけどね、かなりもみくちゃみたいな感じになるんで。ただあの一つ気をつけなければならないのが、自分そのもみくちゃになった時に自分の刃物で自分が傷つくようなことも結構気をつけないといけないかなと思います。というわけで今日はいろいろ雑談だったんですが、日本の中でもね、多分最もクマ出てる地域だと思うんですよ、この秋田県。まあ、そこからの、まあ、現地のフィーリングをお伝えしました。次回は、玉転がし、チューブローリングの、動画を予定しております。それではまた後ほど。さようなら。